今なお反対運動が続く成田空港で46年前、官製党選挙事件を計画、指揮した元受刑者の男性が83歳で5月28日に死去した、福井県出身の渡田久美男さん、胃がんだった。今月2日に東京都内で行われた葬儀には事件関係者らが集まった。事件は1978年3月26日、開港を4日後に控えた新東京国際空港、現、成田空港、千葉県成田市など、で発生。官製党に、空港建設反対運動を支援するとした若者ら15人が侵入し、16階の管制室を約2時間占拠して室内の機器を工具などで破壊した。管制官たちは屋上に逃げ、ヘリコプターで救出された。若者らは逮捕されたが、国の顔とも言うべき国際空港の開港がこの年の5月20日まで延期される異例の事態となった。事件当時37歳で、過激派の活動家として成田、三里塚に常駐していた。前年に入手した排水路の設計図などをもとに、空港用地の外から排水溝を通って用地内に侵入する計画を立案し、仲間が実行した。農民から土地を奪って空港を作る暴挙を許せなかった。国に開港を諦めさせたかった。と生前、語っている。指名手配された渡田さんは約1年後、警察官に気づかれないまま仲間の裁判を傍聴し、自ら裁判長に名乗り出て逮捕された。航空危険罪などに問われ、起訴された被告17人の中で最も重い懲役10年の判決を受け、高裁で確定し服役した。90年8月に出所し、2005年には出版物発送会社の社長に就任。事件を起こり、越した元受刑者らが国から事件の賠償金を支払うよう求められると、インターネットを通じて感謝を募った。元同志ら2000人以上が協力し、延滞金を含めた約1億300万円を同年11月に支払った。事件に関わった人の中には、出所後に自身の道を選んだ人もいた。渡田さんは自分が出所すると、この元同志を偲んで、空港用地内で毎年開かれている花見会への出席を欠かさなかった。事件に関わった中川健一さん、76、は、事件前、渡田さんは、警察官や民間の人を傷つけるな、と言っていた。管制官たちに怖い思いをさせて申し訳なかった、と繰り返していた、と振り返った。ネットの声、行動してから申し訳ないと思っても仕方ない。行動する前に考えないと、目的は手段を正当化する、という層は全く反省することはない。すべては口だけで行いを顧みるのではなく、現在の状況を顧みてるだけ。テレビで実況中継されたあの日、あれほど警戒厳重だった成田空港。その管制塔に突如現れた下馬棒を振るう過激派の姿。その違和感、衝撃を今も鮮やかに思い出す。三里塚へ、大きな文字を掲げた伊達看板群。学生の街から消え去って久しい。社会創造から暴動、内乱へ、そして革命へ。成田空港はその発火点にされてしまった。が、尊い犠牲者を出しつつ、機動隊はその流れを阻止し、某、鎮定された。機動隊の白いマフラー、あの神風特攻隊の隊員の白マフラーを彷彿させると同時に、過激派の火炎瓶のガソリンが背中に回ることを防いだ。死人を出すな。それが警察幹部の言命だった。あれからもう46年の歳月が流れたとは、今や成田空港は、平和のうちに日本の空の玄関口として多くの旅行者に親しまれている。が、そのために犠牲となられた機動隊や警察官がいたことを決して忘れてはならない。そして、同じような愚を決して繰り返さぬ政治を望みたい。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南港。